いい景色、まるで旅行だね。すがすがしいね。都会を離れて何もない郊外へ。いいね、安らぐね。家でもいないと悪くないかも。さて、どこの町に行こうか。おいしいものがある町。昼寝ができるところ。ラブギャザー、ラブギャザー、ヒルオンドフォー、君を待ちくたびる、ワイパイルのサフェイデなんだこりゃ。線路の上だぞ。うん、列車が来る。かと思った。かなりヘビーだったね。あそこから上がれそうだ。いや待てよ、こんなに簡単に困難を克服しちゃっていいのかな。え、何、まだまだ苦労が足りないんじゃないかとか言ってるうちに、あ、息ができなく、なんか苦労してる。やった、こうして華麗に泳いでいれば全く魚にしか見えないから、やくやくやくに近づけるだけ。助かった、俺に似て泳いだ。うわ、助けた。あ、なんでこんなところに骨付きチキンが。もしかして。あ、もしかしてパパとピントが心配して僕らをつけてきてるのかも。それはないじゃろ。もう情けないぞパラッパ、もうホームシックかよ。ああ、滝になってるぞ。ああ、もうおしまいだ。なんとか助かった。滝の裏みたいだね。なんだあれは。すごい、宝の箱だ。やった、あ、でっかい魚。ガッカー、逃げたんでけ。溺れた魚だ。なんなんだ君たちは。ここは川だぞ、サメとかカレイがいるわけないじゃないか。いやかもしい、おとなしくその財宝を俺様に渡してくって。俺にも渡せ、グルーバー。違う違う、偶然だよ。そうだよ、何バカなこと言ってるんだ。僕らはただ苦労したくてここに来たんだ。え、ゴタゴタ言わずによこってくった。いや、あげる。Mm-hmm.